マックス・ブレナーの店舗内の例マックス・ブレナーはイスラエルのチョコレートチェーン。オーストラリア、イスラエル、アメリカ合衆国、フィリピン、シンガポールに店舗を展開している。店舗のレイアウトは一般的なカフェに似ているが、販売はチョコレートを用いた飲料とデザートに特化している。メニューは国、店舗によって若干異なる。ホンデュ、ワッフル、クッキーなどは共通して販売される。 イスラエルとコスタリカではマックス・ブレナーのブランドによる商品が売店やキオスクなどでも販売されている。マックス・ブレナーは1996年にイスラエル・ラーナナでマックス・フィックトマンとオデド・ブレンナーによって創業された。現実にマックス・ブレナーという人物が存在するわけではないがオデド・ブレンナーがマックス・ブレナーと間違われることが多い。マックス・フィックトマンはすでに マックス・ブレナーチェーンへの関与をやめている。2001年、マックス・ブレナーは、イスラエル最大の食品メーカー、シュトラウスグループの一部として編入した。トランジェット・ジェネラル・オフィスの100%子会社トランジット・チョコレート・サープライが、マックス・ブレナーと、パートナー契約し、日本での店舗運営をしている。ありがとうございます。